椎和夫が今回の選挙で議席を失う可能性があるのはご存知ですか。今回の動画では彼の落選危機に焦点を当て、日本共産党の未来に迫ります。椎氏は長年日本共産党を率いてきましたが、比例南関東ブロックでの戦いはこれまでにない厳しい状況です。保守層が押し寄せる中、保守党の勢いがどれほど彼の立場を脅かしているのかを解説していきます。また保守党が掲げる新たな戦略も注目です。自民党への不満が広がる中で、保守党がどのようにして新しい支持層を取り込もうとしているのか、その具体的な政策やアプローチにも触れていきます。そして共産党に対する批判がどのように高まり、彼らが現在どのような苦境に立たされているのかも掘り下げます。さらに他の政党との選挙戦略の違いも見逃せません。立憲民主党や共産党がどのように自民党に対抗しようとしているのか、その戦略の限界も探っていきます。最後まで見れば今回の選挙の背後にある複雑な構図が見えてくるでしょう。それでは椎和夫さんの落選危機についてから始めましょう。椎和夫氏は長年にわたり日本共産党の代表として強い存在感を示してきましたが、現在比例南関東ブロックにおいて落選の危機に瀕しています。この危機的状況は単に共産党の内情に限らず、日本の政治全体にも大きな影響を及ぼす可能性があります。まずこの状況が生まれた背景には保守層の台頭が挙げられます。特に日本保守党が今後の政治において強力な存在となるべく椎氏の議席を奪おうとしています。椎氏が日本共産党を長年にわたって率いてきたことを考えれば、この状況は一大事です。椎氏の落選は共産党にとって象徴的な敗北となり、党の将来を大きく左右する出来事となり得ます。日本共産党はその理念に基づき国政において常に反資本主義的なスタンスを貫いてきました。しかしその姿勢が現代日本の有権者の支持を得られていないことが今回の落選危機の要因の一つと考えられます。特に近年の日本の政治環境において国民の多くは経済の安定や安全保障の強化を求めており、その点で共産党の主張は有権者の感覚と乖離していると言わざるを得ません。さらに共産党の他党との協力姿勢や政策の曖昧さが信頼を失う一因となっている可能性もあります。一方日本保守党は国民の間で高まりつつある保守的な価値観を巧みに取り込んでいます。特に保守党が提唱する政策は経済成長や国家の安全保障を重視するものが多く、現代の日本社会において非常に現実的なアプローチをとっています。これにより保守党は幅広い支持層を獲得し、議席を増やすことができるという期待が高まっています。椎氏の議席が奪われるか否かはこの保守党の躍進にかかっていると言っても過言ではありません。このような状況において椎氏の危機は共産党の影響力低下を象徴しています。共産党は長い歴史を持つ政党ではありますが、その立場は年々厳しくなっているのです。特に椎氏のような長期間党を率いてきた人物の落選は党内外において大きな衝撃を与えることでしょう。椎氏が長期にわたり共産党を指導してきたことから、彼の落選は党のリーダーシップに対する信頼の崩壊とみなされかねません。また共産党そのものの存続や影響力にも大きな疑問符がつくことになるでしょう。しかし日本保守党にとってこの状況は大きなチャンスです。保守党はこれまで自民党や他の保守勢力にうずもれがちでしたが、今回の選挙ではその存在感を大きく示しています。特に保守層が共産党の代わりに保守党に票を投じる動きが顕著であり、保守党が議席を獲得できればそれは日本政治における新たな展開を意味します。日本保守党が今回の選挙で成功を収めることができれば、保守層の支持をさらに強固なものにし、今後の政治においても重要な役割を果たすことが期待されます。加えて保守党の躍進は他の保守政党との連携にも影響を与えるでしょう。特に保守的な政策を掲げる政党が協力して政治的な勢力を拡大していくことで、
今後の選挙においても有利な展開が予想されます。 C 氏の議席を奪うことで共産党の影響力を削ぐだけでなく、保守勢力全体が結束する契機となるかもしれません。以上のように、 C 和夫氏の落選危機は共産党にとって重大な打撃となる一方で、日本保守党にとっては大きな転機となる可能性を秘めています。保守党がこの機会を逃さず議席を確保することができれば、日本の政治における新たな勢力としてその地位を確立することになるでしょう。次は保守党の議席獲得への期待についてです。日本保守党はこれまで日本の政治舞台において目立った存在ではありませんでした。しかし近年の選挙において保守党が新たな展開を見せているのは明らかです。特に今回の比例南関東ブロックにおける議席争いでは、保守党が重要な局面を迎えています。党の存在感はまさにこの選挙結果にかかっていると言えます。保守党がこれほど注目を集める理由の一つは、自民党への不信感が広がっていることにあります。長らく与党として国を引っ張ってきた自民党ですが、その統治が長引くにつれて政策の硬直や支持層の離反が目立つようになりました。自民党の政策は過去の成功に依存するあまり、現代の多様化するニーズに応えきれていないと言われています。特に若い世代や新興起業家層など現状に不満を抱える層にとって自民党は魅力を失いつつあります。こうした背景を受けて、保守的な価値観を持ちながらも自民党の政策に失望した有権者たちが保守党に注目し始めています。また保守党が掲げる政策は時代の変化に適応した柔軟な保守主義といえます。例えば経済政策においては、従来の大企業優遇策に依存せず、中小企業やスタートアップを積極的に支援する姿勢を打ち出しています。これにより地域経済の活性化を図り、地方の疲弊を解消することを目指しています。保守党は単に古い伝統を守るだけでなく、現代においても通用する革新性を兼ね備えた保守主義を体現しているのです。特に今回の比例南関東ブロックにおいて、保守党が議席を獲得することは C 和夫氏との一騎打ちとなり、共産党との決定的な対立を象徴するものとなります。保守党の支持者は C 氏を日本の保守的価値観に反する存在として見ており、彼を打倒することが保守党の使命だと考えています。この選挙区での戦いはただの議席争いを超えた政治理念と価値観の対立であり、保守党にとってはその正当性を訴える絶好の機会です。しかし保守党が議席を獲得するためには、単に保守的な価値観を持つ層にアピールするだけでは不十分です。保守党は自民党から離反した層や新たな政治的選択肢を求めている無党派層を取り込む必要があります。特に選挙戦においては、これまでの伝統的な保守主義の枠を超えたアプローチが求められています。現代日本の有権者はより複雑で多様なニーズを抱えており、そのニーズに応えられる柔軟な政策がなければ新たな支持層を獲得することは難しいでしょう。ここで注目すべきは、保守党がその挑戦にどう応じているかです。保守党は地域に根ざした活動を重視し、地域社会との結びつきを強化しています。特に地方の活性化を重視する政策は、長年にわたり中央集権的な政策に不満を抱いていた地方の有権者に響くものであり、地方政治における新たな展開を期待させます。保守党のこうした取り組みは中央と地方のバランスを取り戻すための一歩であり、中央政権に対する地方からの反発を利用した戦略でもあります。また保守党はこれまでの政治風土に挑戦する新しい風を吹き込もうとしています。既存の大政党が見過ごしてきた課題に真摯に向き合い、国民の声を反映させる政治を目指しています。これは従来の政治家や政党が中央政界での派閥争いや自己利益に終始してきたことに対するアンチテーゼといえます。保守党はそうした古い政治のスタイルから脱却し、国民一人一人の生活に寄り添った政策を提案しているのです。以上のように、日本保守党は
ただ単に保守的な政党という枠にとどまらず、現代の日本社会に即した柔軟で革新的な保守主義を体現しようとしています。志位和夫氏との一騎打ちとなるこの選挙戦において、保守党が議席を獲得できれば、それは日本の政治における新たな局面を意味します。次は、日本共産党の存在意義に対する批判についてです。日本共産党は長らく日本の政治シーンで一定の影響力を持ってきましたが、その存在に対する批判が強まっています。特に、近年の政治情勢の中で、共産主義そのものや共産党の立場が現代日本社会に適合していないという指摘が多く見られます。これには、共産党が掲げるイデオロギーと、現実の国際情勢や経済状況が乖離していることが背景にあります。共産主義の理想は、平等や公平な社会を目指すものですが、その理想が実際の政策や行動に反映されているかは疑問視されています。共産党は長い間、資本主義社会における不平等を批判してきましたが、日本国内での経済発展や国民の生活向上といった現実に適応できていないとの批判が強いです。特に、国際社会において資本主義が主流となる中、共産党の立場は時代遅れであり、日本国内での政治的影響力も縮小していると言えるでしょう。また、共産党の他政党に対する姿勢も批判の的となっています。他の政党との協力関係や、政策において共通点を見出す努力が欠けているとの声が上がっており、孤立した存在となりつつあるのです。特に、他の野党との連携がうまくいかない場合、結果的に共産党の主張が政治的な影響力を持たず、ただの理想論に終わってしまうことが多いです。こうした状況は、有権者にとって共産党の実効性に疑問を抱かせる要因となっています。さらに、共産党の長期にわたる一部リーダーシップの固定化が、党内改革の停滞を招いているとも言えます。例えば、志位和夫氏のように長期間党を率いている人物がリーダーであり続けることが、党の新しい方向性を打ち出す上での障害となっているのです。リーダーの交代が少ないため、党内の意見の多様化が阻害され、結果として硬直化した政策が続くという批判もあります。これにより、共産党は現代の有権者のニーズに応えられないまま、過去のイデオロギーにしがみついているように見られているのです。また、共産党が掲げる平等という理念も、実際の政策運営においては矛盾が生じることが少なくありません。共産党が主張する社会の平等を実現するためには、現実的な経済政策や国際的な競争力を無視することはできませんが、これらの点で共産党は具体的な政策を提示できていないことが問題です。特に、経済のグローバル化が進む中で、共産党の政策は保護主義的な色彩が強く、国際社会との連携が欠けていると言われています。このような姿勢では、現代の日本経済が直面している課題に対処することは難しいでしょう。一方で、日本保守党は、共産党のこうした時代錯誤的な立場に対抗し、現実的かつ柔軟な政策を打ち出しています。保守党は、共産主義のような理念先行の主張ではなく、具体的な経済成長戦略や国防強化策を提案し、現代の日本社会が抱える課題に向き合っています。特に、国民の安全保障や経済的安定を重視する政策は、共産党の抽象的な理想論とは対照的です。このように、保守党は共産党が失っている現実的な対応力を武器に、政治の舞台で支持を広げています。日本の政治において、共産党の影響力は今後ますます減少する可能性があります。これは、単に政策の問題ではなく、党そのものの在り方や組織の硬直性に起因しているのです。志位和夫氏のように長年にわたり党を率いてきたリーダーが、未だに主導権を握り続けるという状況は、現代の流動的な政治環境にはそぐわないと言えるでしょう。新しい時代には新しいリーダーシップが求められ、共産党も変革が必要とされていますが、その動きは見られていません。結局のところ、日本共産党は理想と現実の狭間で苦しんでいる政党と言えるでしょう。長年にわたり掲げてきた理念は、
もはや多くの国民にとって共感を呼ぶものではなくなりつつあります。そして時代の変化に対応できない組織はいずれ淘汰される運命にあります。最後は他の政党との競合と選挙戦略についてです。選挙という場において各政党がどのような戦略を取るかは結果を左右する重要な要素です。今回の選挙においても自民党、立憲民主党、共産党などの大政党をはじめ様々な政党がそれぞれの選挙戦略を駆使して戦っています。特に注目すべきは日本保守党と他党との競合構図です。まず選挙戦略において明らかに異なるのは既存の大政党と新興の政党とのアプローチです。自民党は長らく与党として日本の政治を支えてきたため国民にとっては安定感があります。しかしその安定感が同時に停滞感や変革の拒否感を生み出していることも否定できません。多くの有権者は自民党の一貫した政策には飽き足らず新しい風を求めています。しかしその一方で急激な変革には慎重な姿勢を取る層も多いのです。ここで日本保守党が狙うべき戦略はまさにその新しい保守の立場です。自民党の保守層は現状維持を重んじる一方で党内の腐敗や政権運営の停滞に不満を抱いています。その層を保守党が引き寄せるためには変革を伴う保守というメッセージを明確に伝えることが求められます。日本保守党はこのバランスを巧みに保ちながら伝統を尊重しつつも現代の問題に対応する柔軟さをアピールしています。一方で立憲民主党や共産党は反自民を掲げて選挙戦を展開しています。特に立憲民主党は自民党に対する批判を強調し保守層とは異なるリベラルな立場から有権者に訴えています。しかしこの戦略には限界が見え始めています。立憲民主党や共産党は確かに自民党に批判的な層を引きつけることには成功しているもののそれが政策面で具体的な代替案を示すことなく単なる反対運動に終始している点が問題視されています。このことが有権者にとって彼らの信頼性を損ねる要因となっているのです。また共産党はその固定的なイデオロギーに縛られていることもあり選挙戦略に柔軟性を欠いていると言えます。共産党が掲げる反資本主義的な政策は現代の経済環境や国際情勢と乖離しているため多くの有権者にとって共感を得られない状況が続いています。共産党が他党との協力を模索しているものの実際にはそれが十分な結果を生み出していないことが共産党の選挙戦略の限界を露呈していると言えるでしょう。このような状況の中で日本保守党の選挙戦略が注目されるのは他党が示す方向性とは一線を画しているためです。保守党は自民党とは異なる新たな保守層の取り込みを狙う一方で共産党や立憲民主党のような単なる反自民的な主張に頼らず具体的な政策提案を掲げています。経済政策においても保守党は地域経済の活性化や中小企業支援を重視しグローバル経済に対応した現実的な提案を言っています。こうした実効性のある政策を基盤に保守党は他党との差別化を図っているのです。さらに選挙戦における地盤固めも重要な要素です。自民党は長年にわたり各選挙区で強固な地盤を築いてきましたが近年その地盤も揺らぎ始めています。特に地方選挙区において保守党が自民党に代わって支持を広げる動きが見られます。これは地方の有権者が自民党の中央集権的な政策に不満を抱いており地方に寄り添った政策を掲げる保守党に期待を寄せていることが背景にあります。保守党がこうした地方の声に耳を傾け具体的な支援策を提案することで選挙戦における有利な展開を図ろうとしているのです。以上のように各政党の選挙戦略はそれぞれ異なり特に保守党の動向が注目されています。他党が主張する政策や理念とは異なり現実的かつ柔軟な対応を見せる保守党が今後の選挙戦でどのような成果を上げるかが焦点となるでしょう。選挙戦は単なる議席争いを超え国民の期待に応える政策提案と実行力を示す場であり
その点で保守党は他党と比べて優位に立っていると言えるでしょう。今回の議題を振り返りつつ、最後に私自身の見解をお伝えします。志位和夫氏の落選危機は単なる政治家の一席をめぐる争いに止まりません。この状況は日本の政治シーンにおいて共産党の存在意義そのものが問われる瞬間でもあります。長年日本共産党の象徴として存在してきた志位氏ですが、その政治スタンスが今や時代のニーズにそぐわなくなってきていることは否めません。経済や安全保障といった現代の課題に向き合うことができていない共産党の政策では支持を維持することは困難でしょう。一方で今回の選挙で勢いを増している日本保守党がどのようにして有権者の期待を集めているのかにも注目すべきです。保守党は伝統的な保守層だけでなく自民党の政策に不満を抱く層をうまく取り込んでいます。自民党が長年続けてきた政策の中で見落とされてきた地域や中小企業の支援に力を入れている点はまさに現代の保守主義の新しい形とも言えるでしょう。しかしこうした状況がもたらすのは単なる政党間の勢力図の変化ではありません。日本の政治全体に対する国民の信頼や期待がどのように変わっていくのか、そしてそれが次の選挙や将来の政治にどのような影響を与えるのかが問われています。共産党がこのまま衰退していくのか、それとも何かしらの改革を経て再び支持を集めるのかは今後の政治情勢次第です。また今回の選挙では保守党だけでなく他の政党も独自の選挙戦略を打ち出しています。特に立憲民主党や維新の会などは自民党に対する批判を強調しつつも具体的な政策の提案には欠ける部分があると感じます。反自民のスタンスだけでは国民の信頼を獲得することは難しいでしょう。選挙戦略を根本から見直し、国民に対して実現可能な政策を示すことが求められています。視聴者の皆様も今回の選挙で感じたことや今後の日本の政治について意見をお持ちだと思います。志位和夫氏の落選危機や日本保守党の勢いについて皆様はどのように考えているでしょうか。この動画で述べたように今後の政治情勢は大きな転換期を迎えるかもしれません。ぜひ皆様の意見をコメント欄でお聞かせください。どの政党が日本の未来を託すにふさわしいのか、皆様の視点をお待ちしております。